こんにちは。新しくチャンネルを開設しました、はちまる TV と言います。このチャンネルでは漫画やアニメ、自分の趣味の話や副業、お金の話など、いろんなジャンルの動画を投稿しようと思ってます。今回動画にする内容は漫画やアニメで大人気の鬼滅の刃です。鬼滅の刃っていうのはすごく今人気で、私も連載1話目からずっとジャンプで読んでたんですが、正直ここまで人気出るとは思ってませんでした。というのも初めそんなに面白いと思わなかったんですよね。どこだろうな、どこがターニングポイントだったかというと、やっぱりルイ、加減の鬼のルイ、あの辺から面白いなと思ってきて、そしてやっぱり一番だったのは無限列車のところですよね。煉獄さんのところですよね。あそこでもう一気になんか人気がついてきたという感じで、そしてもう今ですよね、無惨との戦い、もう多分今が一番面白いです。正直今が一番面白くて、もう今が一番ピークなんじゃないかなと思います。で今回は、今出てる漫画18巻までの中で感想を述べたいなと思います。じゃん、こちら鬼滅の刃全巻18巻まで今出てるんですけど、この18巻までを読んだ中での感想を述べたいなと思います。噂では最初の方打ち切りという話も出てたらしいのですが、なんかまあそれもちょっとわかるなと思いますね。正直この辺ぐらいまでなんかあんまし面白いと思わなかったんですよね。やっぱ面白くなってきたのが5巻ぐらい、この辺からなんかだんだん面白いなと思ってきて、そしてそのままの勢いで、無限列車で煉獄さんのところが出てきたので、やっぱそこで一気に人気がついてきたのかなと個人的には思いますね。まあ、結果的に読んで面白かったのかどうかっていうところなんですけど、面白いです。面白い、それはもう間違いなく、今のジャンプの中ではまあダントツで、ワンピース、今ワンピースもめちゃくちゃ面白いんですけど、でも正直今鬼滅の刃の方が面白いなと思いますね。今すごいワンピースも鬼滅の刃も今どちらも今ものすごく面白いんですけど、やっぱり今無惨戦との鬼滅の刃の今すごい面白いですね。正直今18巻以降の方が絶対面白いです。ここよりこの中で一番面白いなと思うのはこれ18巻ですかね。この中で一番面白いと思うのはやっぱ18巻ですね。18巻、もうこの18巻が何がいいかっつったら、やっぱり赤座、もうね、白磁さんはね、もうこれはね泣かせに来てる。煉獄さんを倒したもう憎き敵なんですけど、もうね、昔の白磁さんの時の回想を見たらめちゃくちゃ好きになりますね。いや好きになったらあかんやけど、好きになったらあかんやけど、でもなんか感情入ってしまいますね。もうネタバレになっちゃうんですけど、この中で一番好きなシーンがもうここですよね。もうここ、もうこのこの一文だけでこの漫画ここまで買ってよかったなと思えるぐらい、なんかいい、すごい好きなシーンでしたね。トータル的に見たらもちろん面白いんですけど、でもなんか個人的にここ微妙やなと思ったんが、天元のところですね。天元さんのところなんですけど、正直長いんかな、なんかどうなる、一緒ぐらいなんかもしれないですけど、他の無限列車編とか、その後に来る無一郎の戦いとか、あの辺とかとなんか一緒ぐらいなんかもしれないですけど、なんか個人的にはすごく長く感じましたね。
が正直ちょっと下ってたっていうイメージがありますね。区別ってつながってみたいな、もうなんか正直もうええてみたいな、もうええてってなってましたね。まあ勝って損はないですし、全然勝って損はない漫画だと思います。これ全部買って確か8000いくらだったんで、まあ、そんな高い買い物でもないですし、おすすめできる、まあ普通に人気なのも分かるなと思いますね。はい、すごい、ざっくりとなんですけど、鬼滅の刃の個人的、本当にこれ個人的な感想なんで、皆さん人それぞれ好きなシーンは違うと思いますし、もちろん無一郎が好きな人も多いでしょうし、煉獄さん、天元、もちろん主人公の炭治郎や禰豆子とか善逸とかね、いろいろな魅力的なキャラクターいっぱいいますけど、その中でもやっぱり俺が一番いいなと思ったのは、赤座の回想シーンなだけで、まあもちろん他の皆さんもここが一番良かったと思うところがありましたら、そういうのもコメント欄で教えていただけたらなと思います。そして次回コミックスのこの表紙っていうんですかね、この外した時のここ、これね違うんですよ。このカバーはこれなんですけど、実際にはこれ鬼になった禰豆子と炭治郎なんですけど、実際のこのカバーを外した表紙は人間の禰豆子と笑ってる炭治郎、こうやってね一冊ずつ違うんですよ、このカバーとこっちのコミックスに描かれてる表紙が。これを、全18巻を全て紹介したいなと思いますので、ぜひ次回見てください。そしてチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回会いましょう。さよなら。